トーズルです。はい、ということで今日もこちらモンスターハンターワールドやっていきたいと思います。全然違うところに下ろしやがったな。あの翼竜ね、たまにキャンプじゃなくて全く意味わからんところに下ろしてくるんですよねキャンプからまたスタートしていきましょう。で今日は歴戦古竜のバルハザク倒していきたいと思います。普通のバルハザクよりも、攻撃力がねめちゃめちゃ高くなっている歴戦個体でございます。でバルハザクってね、今回のワールドから出てきた新キャラなんですけど、めちゃめちゃ厄介、ハチミツ、めちゃめちゃ厄介なんですよね。個人的にはすごい嫌いな、モンスターだったんですが、何が嫌かって、体力をね、半分にしてくるんですよ。なんかゲロまみれの、なんか気持ち悪いやつ、気持ち悪いやつを体にまとっていて、あいつの近くにいたり、あいつの攻撃を受けると体力を半分にしてくるんですけれども、なんとですね、それを無効化できる装備を、作りました。で、この装備を作ると、バルハザクがね、もうサンドバッグになると、噂なので、今日はそちらを、ソロでね、歴戦個体狩れるのかどうか、検証していきたいと思います。それでは参りましょう。まあ、正直、あやつはね、体力半分にする能力を失ってしまえば、あ、危ない危ない危ない。体力半分にする能力を失ってしまえば、そんなに強くない、と思う。と思うだけだけどね。ここの周りにいる、なんだったっけ、名前忘れた、なんかこう飛んでるやつめんどくさいですよね。さあ、のそのそやってきました、サンドバッグが。こいつね、絶対このステージのここから現れるんで、まずは爆弾起動。お、乗れた。オッケーオッケー。まずはね、爆弾でいらっしゃいして、で、そっからはもう攻撃をしていくと。で、本来であればここね、乗る予定あんまなかったんですけど、乗らなかった場合、こいつ絶対叫ぶんで、お、ため攻撃。絶対叫ぶから不動の装備持ってると、ここで攻撃しまくれるというね。この乗ってる時の体験の攻撃痛そうですよね、マジ。首を真っ二つにしていくから。さあ、ここはフルコン。あ、惜しい、外れた。ここはフルコンを叩き込んでいく。もう一丁。オッケー、337ダメ。いいね。で、この不動の装備着てると、相手が叫んでもね、泣き叫ぼうがどんどん攻撃できるんで、おすすめでございます。正直、不動の装備持ってると、もう耳栓とかのスキル、つけようって思わなくなりますよね。しゃあ、いいよ。序盤滑り出し完璧でございます。ここで一旦、達人の遠投耐えとこう。達人の遠投マジで、めちゃめちゃ強いからね。おいしょ、オッケー。達人の遠投会心率がなんと 50% アップという、恐ろしい遠投なんで。さあ、ここは回復しつつ、よいしょ。さあ、どんどん行こう。さあ、果たして本当にサンドバッグになるのかどうか。正直ね、歴戦古竜はソロで行くとそこそこ苦戦するんですよね、本来。本来そこそこ苦戦するんですが、あ、これはゲロる。これはゲロりますね。一旦ゲロらせておいて、よしよし。さあ、今だ。おいしょ。ため攻撃。オッケー。いいね。いい感じのペースでダメ与えれてるはず。正直、こいつは本当に体力半分にしてくる攻撃と、あと尻尾をね、ビターンとしてくる攻撃があるんですよ。尻尾をね、回転させてくる攻撃。その2つが厄介なだけで、それさえ気をつければ別にキャラクターなのかもしれない。結構このバルハザク対策装備を作った人は、みんなもうバルハザクがサンドバッグだって言ってますからね。おいしょ、オッケー、2回目。さあ、乗っていく。いいね。結構ね、体験使ってて途中まで知らなかったんですけど、ジャンプ攻撃中ね、体験ってため攻撃できるんですよ知らない人はぜひ使ってみてください。さあ、これでどうだ。もうそろそろかな。ダウンしたら頭に決めていきたいですね。 OK、 来た。1、2、おいしょ、もう一丁、おら、 OK。 さあ、ここで頭に決めていくと。しゃ、フルコン叩き込むぞ。さあ、どうだ。で、強ため1の新ためマックスですね。1、2、おいしょ、おっこいせ。 OK、 V 破壊。いいね、いいペースで攻撃できてますよ。さあ、バラハザク先生怒っておりますが、さあどうだ。おいしょおいしょ、これ後ろに下がってタックル。さあ、ここはしっかり回復を挟みつつね、やっぱり負けないことが重要ですから。あー、これは届かない。タックルからの強ため入れて、おいしょ、もう一丁、新ためにつなげていく。入る。オッケー、ナイス、完璧。いや、かなり今相手はあれですよ、サンドバッグ化になってますよ。サンドバッグになってる。オッケーオッケー。あれは近くにいると、この攻撃はね、近くにいると、なんか、ひるんじゃうんで、一回離れてから、倒れたのを確認して攻撃していくのが良き。あ、これは避けれない。これは避けれない。無理無理。ほら、これグラグラなっちゃうんですよね、この攻撃。一回離れて攻撃した方がいい。さあ、OK。
こいつあれだよね、ピン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 うるさいよね。あ、これ消せないんですよね、この音。あ、いって、こいつ周りにこのゲロみたいなめちゃめちゃこう臭そうなあの煙を吐いてるんですけど、あの煙が当たり判定あって、毎回毎回ピン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 うるさいんですよね。どうすることもできん。おいしょ、オッケー、 V 破壊いい感じじゃないですか。かなり、あ、やばい、これは避けれない。かなりペースとしてはね、いい感じな気がする。あ、今回15分バラハザクで制限時間が短いバラハザクなんで、若干体力少なめに設定してるかもしれないけど、あ、でもあれだな、全然足引きずってないなだいぶ食らわせてるような気がするんだけど、まあでもあれですね、体力が半分にならないとその危険じゃなくなりますね、全く。あの本来であれば体力半分になって、うわ、やべやべやべ、次も当たったら死ぬみたいな状況が結構訪れるんですが、それが、あ、やべ、おいしょ、その体力半減がねなくなったら、もうこいつドスジャグラスと一緒ですねドスジャグラスちょっと強い版みたいな感じだと思います。サンドバック、さあこれは謎攻撃ですね。これ頭の近くに、あ、いやー、外した。頭の近くにいるとこれ食らうんだけど、普通にしてたら食らわないですね。頭、オッケー、ナイス、330。さあいいよ。あ、これはひるんでる。もう一丁追い打ちをかけていこう。モンスターに追い打ちを、あ、いて逆にやられた。モンスターに追い打ちをかけていくのがね、このモンスターハンターですから。さあここはタメさん入れる。おいしょ、オッケー。さあ大ダメ入っていく。もう一丁、おいしょ、おいしょ、ここで頭にぶつからん、おお、来た、450じゃない、嘘、415ダメージ、かなり大ダメですね。この前生放送中にモンスターハンターってこう武器がたくさんあるじゃないですか。で武器がめちゃめちゃあって、それぞれの武器にこうロマンがあるよねみたいな話したら、あ、体験とかってロマンなくないみたいなあのコメントがあったんですけど、いや違うんですよ。あのモンハンっていうのは全武器に僕はロマンがある。あ、いって、あ、やばいやばいやばい、これやばい、これ添い寝攻撃、添い寝攻撃が痛い、やばいやばいやばい。全武器に私はあのロマンがあると思ってるんですよ、モンハンは。さ、ここはしっかり回復していく。でその気持ちいいポイントが違うと思うんですよね、使ってる武器によって。だから体験のロマンと、体験のロマンポイント、気持ちいいポイントと、ガンランスのロマンポイントは、あ、やばい、これやばい、おー、ナイスナイスなタイミング、これは今ピヨったタイミングで、ちゃんとうんち採取しとこう。今ピヨったタイミングで相手が逃げてくれるという神的なあれでしたね。もうまさにサンドバッグですわ。ちゃんとここはね、あの足跡とかうんちとかは採取しとかないと、次のね、強化個体が出てこないから、歴戦個体が出てこないんで、ここは採取しておきます。で、何の話してたっけ。あ、そうそう、あれ、ロマンの話ね。で、体験のロマンはやっぱり相手の動きを読んで、ここに来るっていうところで、あ、足あったあったな、ここに来るっていうポイントで待ち構えてて、ガツってこう攻撃を入れるのがやっぱ体験のロマンだし、でガンランスのロマンはロマンで、その肉質無視のね、大ダメージを相手にこう叩き込めるっていうのがある。あ、いってえな、やばい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 、叩き込めるっていうのがロマンだし、まあ、それぞれやっぱ武器のね、こう気持ちいいポイントが違うのがやっぱモンハンのいいところかなと僕は思ってるわけですよ。わかりますか、サンドバッグ君こいつ本当にね、強化個体っていうか、あの歴戦古流なのかって疑いたくなるぐらいサンドバッグですね今日。 OK、 大ダメ、さあかなりいい感じです。今みたいな感じでやっぱ新タメとかこうタメさんとかをね、あ、いって、タメさんとかをしっかりこう相手のね動きを見ながら、あー、危ねえ、これ危ねえよ、ちゃんと相手の動きを見ながら叩き込んでいける、これがやっぱりモンスターの動きをしっかり把握した上での体験マスターのこのロマンポイントなわけです。おいしょ、オッケー、逃げてる逃げてる、ここはもうガツガツ行こう、ガツガツ押していくよ。あ、逃げてない、オッケー。さあ最後は最後バルハザクよくわかんない動きをしておりましたが、クエストクリア。まあ、10分行ってないか、ギリ行ってないね。まあ、ソロで歴戦個体10分行かなかったら、まあ、そこそこじゃないですかね。まあ、時間もそうなんだけど、戦っててね、ストレスが全くなくなるんですよ。この体力が半分になるっていう相手の状態異常を受けなかったら、もうバラハザクね、普通にもうサンドバッグ。サンドバッグだと思って戦える。普通にこうやって今日みたいに、軽く雑談しながらでもね、歴戦個体戦っていけるんで、まあ、かなりおすすめです。しかも、これ、おすすめポイントは足だけでいいんですよ。
足プラス装飾品で、この無効化、完全無効化できるんで、かなりこうつけやすいし、戦いやすくなるし、しかももうなんて言うんだろう、セット装備しなくてもこの装備、いつも使ってる装備の足だけ変えちゃえばいいんで、かなり楽に、戦っていけるかなという感じでございます。ということで本日はね、バラハザク歴戦個体を楽に狩る方法ということで装備の、紹介、まあ装備の紹介っていうかこのスキルつけといたら、かなり、サンドバッグになるよという紹介だったんですが、宝玉来い、宝玉来ないね、宝玉ね、なかなか来ないですよね。今回のこのモンハンワールド、宝玉がかなり、絞られているというか、なかなかレアアイテムなんでね。まあ、毎回週に1回かな ?2 週間に1回かな、なんかこう、宝玉がゲットできるチケットと交換できる、あの、バウンティーみたいなやつあるんでね。あれは絶対クリアしておきましょう。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。